の、ケイチ君。遠い目になってるよ。え、何？レナが聞いてるんだよ。なんか考え事かな？かな？いや、別に。次の罰ゲームが怖いのかな？かな？そんなとこかな。そういえば最近、ケイチ君部活負けっぱなしだね。なんか調子出なくてさ。じゃあ、ようか？え？なんて言った？だからね、ケイチ君が調子出るように、お漬物でも差し入れようかって。前に美味しいって言ってくれたから、から。ああ、サンキュー。さあ、富武さんの話、何か聞いた？どうして？レナのところにね、来たの。警察の人が。レナ、そいつはどんな話を？あ、すみません、すみません。はい。前原圭一さんですか？そうですけど。ちょっと話があるんですけど、よろしいですか？今日はね、一緒にお買い物なの。はう。この人だよ。これは、とんだ邪魔者みたいですね。そうなっちゃいますね。いやいや、申し訳ないです。なるべく早くに済ませますから、ね。はあ。でも、何のご用ですか？私は、沖宮署の大石と申します。ああ、大石さんですか。お話の内容については、お隣の竜宮玲奈さんから伺ってませんか？特に何も。なあ、玲奈。何も話してません。
誰にも話すなって言われましたから。それはいい心がけです。こちらとしては助かります。で、その同じ話を前原さんにもさせてもらえないかと。お願いできませんかね。今じゃないとダメなんですか。お買い物だよね。ね。リュグさん、お気持ちはわかりますがね、今日のところは前原さんをお借りできませんか。ねえ前原さん、お願いしますよ。わかりました。お話を伺います。レナ悪い、先に帰ってくれ。うん、わかった。また明日ね。ね。助かります。お邪魔しちゃってすみません。これも仕事なんでね。冷えすぎだったら言ってくださいよ。私、ガンガンに冷やしちゃうたちですから。ああ。すみませんね、急な話で。この男性のことでご存知のことがあったら教えてください。リュウグウレナさんはじめ前原さんもお知り合いのはずですよね。これ富武さん。ちなみに彼、祭りの夜から失踪しています。最後に会った時のことを聞かせてもらえませんかね。祭りの夜に会ったのが最後ですけど。それきり会ってないんですね。ええ。そうですか。それで前原さん、あなたはこの男性が失踪するような理由、何か心当たりありますか。いえ、全くありません。人から恨まれていたとか、男女関係で揉め事を起こしていたとか、些細なことで構いませんよ。何かこの人について教えてくださいよ。粘着質な性格で女性からは相当嫌われていたっていうような話も耳にしてるんですがね。もしかしたらストーカーまがいのことをして逆恨みでもされてたかな。富武さんはそんな人じゃないです。いえ、すみません、つい。でも本当に富武さんはみんなの人気者でした。殺されるような理由なんて
全く思い当たらない。おや？彼が殺されたことをどうして知っているんですか？私は失踪したと言いました。でもあなたは今、はっきりと殺されたと言った。確かに富武さんは亡くなっています。でもこの件は、警察内の秘匿事項のはずなんですがね。誰からその話を聞きましたか？園崎美音さんのことをご存知ですか？それはクラスメートなんで。そういう意味じゃありませんよ。じゃあどういう意味で？素顔とでも言いますか、園崎美音が本当はどういう人物なのかという意味です。圭一くん。あ！レナ！なんで俺ん家の前に。ずいぶん遅かったんだね。そうだよ。圭一くんの帰りをずっとここで待ってたの。
そうなんだ。そりゃ悪かったな。あの刑事、なかなか返してくれなくてさ。そうなんだ。ひどいね。っていうかさ、何の用なんだ？ずいぶん待っただろ、こんなとこで。ケイチ君のこと、心配だったから待ってたんだよ。ありがとう。でも、別に心配ないからさ。何を聞かれたの？ああ、レナに聞いた話だったよ。富武さんの？そう。他は別に何も。本当に？ケイチ君、顔が青いけど、大丈夫かな？そうかな。大丈夫だって。他には本当に何も聞かれなかった。みーちゃんのことも？ミオン？別に何も聞かれなかったぜ。そう？それ、本当かな？私の時は、ミーちゃんの話をされたよ。女同士だからじゃないか？そうかな？本当にそうかな？なんでだろうね。でも当然レナは何も話さなかったけどね。そうだよな。それに私、裏切り者じゃないしね。レナが裏切り者なんて思ったこともないぞ。そうだよね。それに、みーちゃんを怒らせたら怖いからね。
じゃあもう遅いからそろそろ帰ろうぜ。逃げる気？なんでそうなるんだよ。そう。じゃ、さよなら。ケイチ君、大丈夫だよね。ああ、大丈夫。